はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。フィクソサー父のスピカでございます。2019年12月12日に発売いたしました新桜大戦初回限定版帝劇デラックスパック 3D クリスタルセットを開封していきたいと思います。今回ですね、デラックスパックということで結構ね、物が入ってるんですよ。まずこれが一番奥が大きいやつありますね。これね、これも最後に開封していきたいと思います。それ以外にこんな感じでちょっとざっと写していくと、こんな感じの内容物になっております。これをね、それぞれこれから開封していきたいと思います。それではですね、まずこちらの袋から開封していきたいと思います。こちらが大帝国劇場総支配人神崎すみれアクリル肖像画になっていますね。こんな感じで、まあ普通の、まあ、アクリルにこういう絵が描いてる感じですね。これぐらいのアクリル板になってますね。後ろは白ですね。で、簡単にこのスタンドにこういう感じで立てかけるようになってますね。こんな感じで立てかけるようになってます。横から見るとまあこんな感じの、まあ簡単な盾になっております。こちらはですね、帝国歌劇団花組ブロマイドセットが入っておりますね。こうですね。すべて広げたらこんな感じになってます。全部で10枚ありますね。こちらは銀座ハイカラポスターステッカーセットってなってますね。これがシールになってますね。これがね、ステッカーで全部シールになってますね。この新選組、あ、不思議の国のアリスってなってますね。反対読みですね。東京銀座銀六百貨店で、こちらが大帝国劇場。こちらが大帝国劇場合皮パスケースになっております。こんな感じでカードを入れる感じですね。はい、ちょっと大きくなるんですけど、こちらが新桜大戦 A3 ポスターになってますね。こんな感じで全体はこんな感じになってます。次は世界歌劇団連盟公式カレンダーになってます。それではそれぞれめくっていきますね。正面から見たらこんな感じで、横から見たらこんな感じで、まあ、立てて使えるようになっております。こちらが花組13箇条湯飲みになってますね。こんな感じで書いてますね。いろいろ人に尽くす花。13箇条書いてますね。はい、こんな感じの読みが入ってます。正解。中は何もないですね。こちらの重厚な箱が新桜大戦 3D クリスタル雨宮桜になっていますね。それでは開けます。おお、こんな感じですね。ちょっとわかりにくいんですが、こんな感じになってますね。で、前に新桜大戦って書いてます。
で、横はこんな感じですね。で、後ろはこう。で、横もこうなってますね。で、前に戻ってこんな感じですね。ライトステージっていうのがついてまして、まあ、簡単にこの、まあ、炭酸電池を3本入れて、まあ、この上にクリスタルを置いて光らせるっていう感じになってますね。それでは電池を入れてやってみたいと思います。電池を入れたライトステージに乗せるとこんな感じで色がどんどん変わっていきますね。見てたら綺麗ですね。7色ぐらいに変わるんですかね。色は結構変わっていってますね。机とかにの上に飾っておくと綺麗ですね。アップにするとこんな感じですね。それではですね、周りの付属品はすべて開封しましたので、こちらの大きい方に移っていきたいと思います。縦が30センチ。で、横が47センチぐらいありまして、かなり大きめの箱になってます。表紙はこんな感じで、裏面はこんな感じになってますね。大正桜にロマンの嵐。それでは開けていきたいと思います。これがね、結構こんな感じで。で、こっちかな？あ、こんな感じですね。はい。このマークが書いてますね。帝劇。こんな感じで。おー。こちらにソフトが入ってますね。まあ、こちら、後ほどやりますね。で、こちらに、まあ、CD が入ってるんますね。歴代歌謡集って書いてます。桜帝劇大戦。こちらちょっと、曲名は見えないですかね。一応こちらが、6枚入っている形ですね。こちらとこちら、桜大戦2、桜大戦3のやつもあります。4があって5があって、今回の新桜大戦で、その下にこちらが入ってますね。桜大戦歴代美術集って入ってます。1996年から2019年、開けるとこんな感じですね。あ、1996年、1998年、2001年、2002年で、2005年で、2019年ってなってますね。もうこんな感じです。まあ、箱の表紙ですね。お、神山清十郎。こんな感じで絵コンテが書いてますね。パラパラっといきますね。こんな感じでいろいろな絵コンテが書かれております。払っていきますね、もうドーッと。お、桜大戦1から5ってありますよ。これは過去の桜大戦の図柄ですね。
桜大戦2ってあります。はい、3。桜大戦5。こんな感じになっております。それではいよいよソフトの方を開封していきたいと思います。ですね、こちら初回特権でメインビジュアル、主題歌が楽しめる特製テーマ、プロダクトコードがついているようですね。表紙はこんな感じですね。 A3 のポスターと一緒の表紙になってます。一応こちらなんですけど、セロ C で15歳以上が対象になっております。裏面も、先ほどの大きな箱の裏面と一緒ですね。一応一人プレイで必要容量が 42GB 以上ですね。プレイステーション4 Pro でプレイすると一部の映像表現が強化されるようですね。それでは開封していきたいと思います。開封。こんな感じですね。一緒ですね。ブルーレイの図柄も、こちらの紙も、一緒の、図柄になっております。こちらの方から見てみましょうか。こちらを開くとこんな感じになってますね。物語ということで、こういう感じでキャラクターが書かれております。それぞれのキャラクターですね。神山清十郎。で、こちらが天宮さくら。で、こちらが東雲初穂。こちらがクラリス。で、こちらが望月あざみ。こちらがアナスタシア・パルバ。新桜大戦は帝国歌劇団花組隊長神山清十郎として帝都の平和を守るため隊員たちと力を合わせて戦うドラマチック 3D アクションアドベンチャーです。アドベンチャーパート、大帝国劇場や銀座の街を自由に探索して帝国歌劇団隊員とのコミュニケーションや様々なストーリーを楽しめます。で、バトルパートで、セーブについてって書いてますね。オートセーブになっているようです。こんな感じで裏面にはコントローラーの基本操作が書いてありますね。広げるとこんな感じになってます。で、もう一つ入ってた紙なんですけど、2020年春放送決定、新桜大戦舞台化決定って書いてますね。それでこちらの紙の方に、こちらに初回特権の、メインビジュアル、主題歌、プレイステーション4テーマ、プロダクトコードがありますので、シリアルコードをプレゼントさせていただきますので、早い者勝ちになりますが、どうぞお使いください。広げるとこんな感じになっております。はい、それではこれで全て開封させていただきました。今回の帝劇デラックスパック 3D クリスタルセットなんですけど、結構いろいろ入ってましたね。縦からケースからブロマイドで、ステッカーで、このクリスタルで、湯飲みで、 CD が6枚で、ポスターがあって、ソフトがあって、カレンダーっていう感じですね。こちらがアプリケーションコピー中の画面ですね。 41.743GB で残り42分になっております。すぐ 11.877 とかになりまして、残り16分になってますね。10分から20分ではインストールできるんではないでしょうか。それではですね、12月の14日の土曜日と15日の日曜日でまたライブ配信させていただきたいと思いますので、またよろしければそちらの方ご視聴のほどよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また本編でお会いいたしましょう。